オードリー若林です。土曜の夜かすみ。まずは雪に関する情報です。昨日は東京で20年ぶり20センチを超える積雪が観測されるなど、広い範囲で記録的な大雪となりました。西日本から関東地方にかけてはすでに大雪の峠を越したようですが、東北地方の太平洋側では今も激しい雪が降り続いています。また関東地方でも雪で電線が切れたりたわんだりした影響で、この時間も停電の起きている地域が残っています。今後の雪と強い風の情報について気象協会に伺います。日本気象協会の関口さん、お願いします。関口さん、ありがとうございました。東北の太平洋側では今夜遅くまで大雪が続くということですので、今後も引き続き気象情報にご注意ください。それでは今日も参りましょう。オードリーのオールナイトニッポン。あ、こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜かすみ。いや、雪すごいですね。いやー、20年ぶりぐらいのね、雪の量だってなんてこと言いますけどもね。45年ぶりぐらいの記録がね、もう更新されたんですって。20何センチ、ずーっと降ってるもんね、同じ勢いで。いやー、朝方も降ってなかったんですけどね。ね、夜から降るなんつって言って降ってなかった。びしましたけどね。びっくり覚えちゃったもんね。これ何日か残りますよ、またね。1週間ぐらい残るだろうね、これ。人も全然歩いてなかったです、ロケしてたんですけど。うん、やっぱりね。うん、いやでも本当に危ないですよね。なんかこれも何度か転びそうになりましたけどもね。うん。いや、気をつけて、すってんことがありますから。本当ですね。まあまあ。僕らはちょっとスーパーボールでアメリカのニューヨークに行ってきましたけど、逆にニューヨークは全然あれ寒くなかったもんね。そうだね、日本に帰ってきた日にもう雪降ってたからね、火曜か。あ、そうだったっけ。ちょっと降ってたよね。なんか成田エクスプレスで新宿着いた時の方がニューヨークより全然寒かったよね。寒かった。でもニューヨークでも立つ時にちょうど雪降ってきて、3時間ぐらい飛行機の中で待機してたよね、あれ。そうなのよ、なんか滑走路の除雪とかね、うん、なんか機体のなんか凍りつかないように加工しますみたいな。なんか緑色のドロドロの液体かけてたな。あ、そう。びっくりしたわ。窓ガラスのところから、ドロッドロの緑色の液体が、なんかほんとそれこそジェルみたいな、スライムみたいのがバーって垂れてきて、多分あれがこう雪が積もんないようにこう一緒になって下まで垂れてく、あれだろうな。ダウンタウンさんのごっつええ感じの、産卵っていう半魚人のコントで、ジェルが頭に垂れてきたら、半魚人の人が現れるっていう、ああいう感じで、ドローっていうのが窓からですし、なんだこれと思ったら、あれが雪をあれしてんだ、積もらないように、あれしてる、垂れ流しにするやつなんだと思って、ちょっと怖かった。全然出発しなかったもんね。映画のキャプテンフィリップ見終わっちゃったもんね、出発するまでに。私も2本見たね、映画のその間に。あ、もう2本見終わっちゃうぐらい、うん、映画見ながら寝て、うん、起きてまた映画見て、うん、まだ出発しなかったからね。いやー、あれすごいよな、うん、中に入っていてね。いや、よかったですよね、何度か帰ってこれて。あの後の便が全部ね、お休みになったって言ったもんね。その後夜7時ぐらい着いて4時までロケしたからな、俺。4時までやってたの、結局。かー、しびれるね。うん、うん、びっくりしたよ。あ、そう。4時まで、結局4時までやってた。4時までやった、うん、はー、まあ、それはいいんだけどさ、うん、そういえばこの間学生ヒーローズ出させてもらったけどさ、うんうん、漫才やったんだけどさ、うん、ちょっと大統領があれ仕切ってんだろ、あの番組全部。そうだね。どうなってるか聞きたいなと思ったことあったんだけど。何か、ね、漫才やるのはすごいありがたいことなんだけどさ、うん、スタンドマイク出てなかったかな。いや、そうだけど今言う、今言うの。
うん、あ、オンエアされてたんだよね、うん、今週オンエア、オンエアされた見たんだけど、我々の漫才もオンエアされてた、されてた、あ、なるほど、それで思い出した。現場でスタンドマイクないとか、あのタイミングで言うとちょっとなんか、うん、変な感じになるから言わなかったけど、うん、はっきり言うけどスタンドマイクなかったからな。いや、びっくりした、私も。いや、てっきりバッて開いたじゃん、幕開いてて出てたじゃん、だから若林さんが言ったのかなと思ったの、マイク切らないっつって。なんでよ。いや、だから後がそんなわけねえだろうなと思ったけど、うん、それぐらいびっくりした、開いた瞬間。どこ立っていいか分かんなかった最初。そうそうそう、なんとなしに真ん中の前の方立ってた2人で、でこれでもう一回ちょっともう一回出るわけにいかないし、なんかこう、まあ、笑いにする、でそのまたスタンドマイクができないみたいなことを漫才師が言い出すのもなんかちょっとこう寒いだろ、うんうんうん、だし別に伝わらないしね。いや、うん、なきゃダメなんだってわかんないし、ね、なんかお前らのこだわりみたいに思われても嫌だし、うんうんうん、ちょうどグレーゾーンでさ、わかるわかる、もうほんと出たての頃ぐらいだからな、スタンドマイクないところで。いや、ないない、なんか前説みたいだったもんね、バーテルでした。どうだよ。そしたら学生にはがっつりスタンドマイク出てんじゃねえか、これ。いや、だから若林さんが言ったのかなと思ったらなくて。あれ、しかし、ビッグスモールンのネタの後のトーク、ごっそりカットされてたら。あ、ごっそり。私まだ見てないんだけど、ごっそりだった。ごっそり。あそこのとこは、なんかあの、サングラスの、なんか、うん、もうごっそり。ごっそーりん。ごっそーりん。ビッグごっそーりん。ビッグスモールじゃなくて、あんまかかってないけどね。ごっそり。ごっそりがあるさ。あれも反省してほしいよな。せっかくいつも一緒に遊んでんのにさ。人絡みぐらいオンエアしたいよな。他は他の芸人系だし。学生の方の受け答えの方が長かったのかな。雰囲気似てるよねとか、なんかこう、お前はだなんだっつって。いや、ちょっとお恥ずかしい、ね。お恥ずかしい、お恥ずかしい限りですよ、本当は、ね。そうでしたか、ちょっと見てみよう。そうですよ、やってましたよ。いやー、すごい。でも学生のあのコンビっていうのは、こう、毎年入れ替わっていくのあれば、どん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 。今卒業したりだとか、うん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 、プロになったりとかして、まあ、うんうん、出てったりとか、はいはい、新しく入ってきたりとかしますよね。ああ、そうなんだ、うん。あれって面白い。あれ、逆に勉強になるでしょ、見てると。うんうんうん。そうね。面白いでしょ。面白い。どんなこと思うの？いろんなタイプのネタ見ながら、か、懐かしいなって思いもあるだろうけど。なんか、これで行きたいんだろうなっていう。ちょっと顔と体型と、二人の雰囲気にあんま合ってないけども。うん、それってさ。これで行きたい。しゃべくりで行きたいんだろうなとかね。あれってさ、なんかさ、うん、誰がどういうことになってさ、うん、そう思うのかもしれないけどさ、うん、あれ何なんだろうな、うん、痩せててメガネかけてたら神経質そうとかってで太ってて、うん、太ってたらやっぱりこう太ってていじられないような感じのやつもいるじゃん。うん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 。でもちょっと難しいよな、やっぱりなんかこう見た目とあれが違う、うん、なんか、うん、ドラえもんとかなのかな、印象って。ジャイアンが太ってる。うん、あ、まあ。ジャイアンいじられないけど。うんうん、でスネ夫だってやっぱなんかちょっと角張ったさ、うん、顔でなんか神経質そうって感じがあったりさ。なんかね、なんかで、なんか心理かなんかの本をちょっと読んだら、うん、学生時代に、うん。あるらしいんですよ。人間の印象、その筋肉質の人は、頑固だってイメージを持つとか。うん、だから。細い人は神経質だってもう、結局、すり込みられてるって。すり込みなんだね。じゃあ、本当に、うん、だから、その、卵が先か、鶏が先かじゃないけど、その、うん、でも、そういう人がそういう性格でありがちだったりすることもあるし、うん、後付けでもある。そういう体験を、だから、知らないでしてきてんだろうね。ああ。うん。細いやつ。太ってたらおおらかみたいなとこ、ちょっとあるもんな。あれね、太ってて神経質な人もいるだろうけどね。太ってて神経質人もちろんいるんだけど ね。うん、不思議だよな。不思議とそう見るんでしょ。だからやっぱり、うん、昔言われてたもん。なんかちょっとこう記憶探ると、うん、ネタ見せの後、どうしても春日くんの方がボケに見えるからとか、うん、もうでも関係ないと思ってるから、その時。うんうんうん、そんなん別に出てきて二つぐらいボケたら別にお客さんわかるだろうと思ってんだけど、うんうん、どう考えても春日がボケなんだろうな、やっぱり二人で出てきたら。やっぱその体の肩幅の広さとかね。ボケもボケっこいんだろう。なんか肩幅とか。標準じゃないっていう。鼻がでかいからな、と。
そうね、顔がでかいとか、ね、で俺やっぱ顔の印象薄いしさ、うん、なんかこう目つきとかさ、うん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 、あのホームベース型じゃんと思う。そう私ね、うん、でさだからボケ、うん、あの人ボケこっちがボケだろうなっていう気持ちってさ、うん、でそれこそ高俊の高さんが言ってたけどさ、うん、飲んだ時に、うん、超おしゃれだったじゃん昔も、うんうん、そうね、頭の半分が黒で頭の半分が茶髪でひげ生えてめっちゃ痩せてて、であれ痩せてたのってあれなんだってね、うん、おしゃれな服が似合うようになんだってね、へえ、そうそうそう、だけど違うなと思って、うんうん、その太り始めたんだって、やっぱりそのボケとしてすごく分かりやすいようにしたらやっぱりすごい売れ始めてっていう話しててさ、それでいくとやっぱこうそういうのってあんの、筋肉質になるってことは春日がこう今ウエイトしてるっていう体型的なもんで、あんまり痩せすぎて普通にシュッとしちゃうとちょっと違うなとか、まあそうだね、あんまり太るっていうのもちょっと違うし、やっぱ筋肉質の人ってやっぱりちょっとね、うん、あのバカそうじゃないですか、うん、筋肉ムキムキの人って、うん、イメージよ、あのそれは不思議だけどイメージあるよ、あれなんなんだ、ボディービルダーがバカそうに見えるってなんなんだろうね、でもやっぱり、うん、あのアメフト部だったりしたじゃん、うんうん、ただねバカだよね筋肉ついてる人って、あーまあそうだ、そっちの方向に向かってるってことだからね、意識というかなんか神経というかさ、何なんだろうなあれな、うん、なんかほんと裸で飲み会で、うん、みんなこう体育会系の人は騒ぐみたいなのあるけど、ほんとそうだしさ、うん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 、なんか筋肉ってそういうのあんだろうな、なんかな、筋肉で解決しようとするからさまあね、すぐそう、確かに薄着だタンクトップだったりとかね、であとやっぱりなんか、うん、あのアメフトとかでぶつかったりするとアドレナリンみたいのが毎日出てるから、うんうん、荒いよ性格やっぱり、だってフラッグフットボールやっても、うん、帰りとか荒いもんね性格はちょっとそれだけであ、なんかもう盛り上がっちゃってるから、盛り上がっちゃって体が、うん、あれって不思議だよ、間違えてる子たちいるな、うん、なんかお前の方が全然ボケなんだけどとか、うん、そうね、うん、なんかおしゃれな、で、あれはフレンチブルっていうさ、うん、うちの事務所の子がいて、ネタはこういうネタなのよ。あの、ね、音声がこう流れるっていう、ちょっと凝ってるコントなんだけど、うん、サッカー部が負けるんだよ、最後の大会に。で、二人が泣きながら悔しがってんだけど、うん、バックを、チキショーチキショーって叩いたり踏んだりしてるの、チキショーなんで負けたんだって。で、うん、そのバックは、俺のバックだ。って心の声が聞こえんだけど、チキショーチキショーってバックを踏んでる子がめっちゃシュッとしてるイケメンで、うん、俺のバックだって言ってるやつがもう強烈にハゲてるんですよ、うん、そうすると、いやでも本人たちはムチムチしてるしな、そうムチムチしてちょっと小デブでめっちゃハゲてる、で顔も濃くて目がこうくっきり二重でちょっと面白い顔してて、で肩はもう超イケメンなの、うん、シュッとしてるの、うん、だからいやあれでもまあでも本人たちはなんかあるんだよね、俺がボケをやりたいっていうのは、まあ、関係性とかね、だからそれはもう絶対邪魔できないし、うん、売れちゃえばね、まあ勝てば官軍だからいいんだけど、うん、それ思うよね、見つつね、思うね、うん、ああいうシュールな感じ行きたいんだけどなっていう、まあね、慣れればそういう風に見るようになるんだろうけどね、であれってさ、ね、だからさ、なんつーの、うん、その勉強、俺見てて思ったのは、学生の子たちのネタ、春日とかもいつも見てるけど、見ててさ、うん、勉強しすぎてお笑いが好きなやつであればあるほど、うん、漫才を見たりして勉強するんだと思うのよ、うん、いろんな人の漫才だから、うん、すごく型にはまってるんだよね。で、ちゃんと受けんの、やっぱり。うん、振りも、ボケも、ツッコミもしっかりしてて。その、システムを、ちゃんとやってるからね。うん、受けるシステムをね。で、何番目かに出てきた子が、ただただ嫌な返しするだけで、うん、なんてことはないネタなんだけど、うん、すごい、それが あんまりこう、見たことない感じに見えて、うん、同じ受け方してても、やっぱり、笑いの音は一緒だけど全然違う意味だよね。やっぱ、ある程度で止めとかないといけないんだろうな。好きすぎてももう、こう、追っちゃう、二番煎じになっちゃうじゃん、絶対。そうだね。うん。だから、意外にその、ピン芸人とかの方が面白かったりするね。そうだね。もうめちゃくちゃやってたりするからね。コンビだと結構、ちゃんとこの、
しちゃうっていう形がね、うん、だからあれ、うん、なんか日村さんと話してた時にやっぱ、うん、なんかバナナさんのネタってやっぱり誰にも似てないなっていつも思うんすけど、うん、あのどうやったらああいう風に書けるんですかみたいな話した時にやっぱりその設楽さんってそのめちゃくちゃお笑い見てオタクって感じの高校生とかじゃなかったらしいのよ。でだからもう19歳とかの時にそのなろう、うん、なんかこう流れがあってなろうと思った時にもう書けた、もうああいうネタ持ってきたって日村さんも言ってたけどね。はでもそれでもなんとなくライブ見てあこういうの書かなきゃいけないのかなっていう時もあったけどとは言ってたけど、うん、だからいたよねたまにあの片方が超お笑い好きなんだけどネタ書けなくて片方は誘われてきたで誘われてきたこいつはお笑いとか全然見てないテレビで、うん、そしてネタこいつが書いてるとすごく斬新なネタだったりするんだよね。そうだね、うん、見たことないね。そうそう型にはまってないやつね。結構、花さんもそうだもんね。うん、あの、その、オタクじゃないからさ、ちょっと独特だもんね。ああ、そうだね。ピンの子の方が独特だよな。あの、うん、間とかテンポとかしっかりしすぎて、もう、受けてるけど、受けてるけど、5年ぐらい大変だぞ、その漫才と思うとこにもあるね、あれね、うん。でもやっぱ気づかない、わかんないです、受けてるからな。うん。うん、あれってなんかこう、なんつうんだろう、うん、不良とか、真面目な学生と一緒でさ、うんもうちゃんとこう高速守って学ラン来てるからさ、うん、だからなんかこういいんだけどって感じになっちゃうね、うん、なんかね。いやまあそうね、うん、別に悪いことしてるわけじゃないからね。だからその、うん、学ランってものをの着方わかんないで入ってきたやつめちゃくちゃな感じで来てるからさ面白いなって思っちゃうよね。まあ、そうだね、うん、うん、あれ面白いねあれね学生のも今日そうね面白いですよ。そうね、うん、でね日本アカデミー賞のお話をねちょっとしたいと思うんですけど、はあ、僕ノミネートされてるってこの番組でも何度も喋ってるんですけど中間発表というのがあって、うん、投票してくれるんですよねあのオールナイトニッポンリスナーがで作品部門でひまわりと子犬の7日間に、うん、で俳優部門で私若林がねトップになってるんですよ素晴らしいね、うん、話題賞がうん、でさ新聞の記事にさ、うん、オードリー若林まさかのまずまさかのってついてるのよ、うん、まさかの、話題賞、うん、トップ、うん、で、まあ、こうでああいうこういう映画に出てました、うん、で、うん、オールナイトニッポンをやっているとオードリーは、うんうんうん、その番組で毎週投票を呼びかけたのが功を奏したらしい俺の演技に対する評価もゼロまさかの、うん、でまあそうなんだけどで俺このままでもしトップ取れたら、うんうん、もう言うしかないよアカデミー賞側嫌がるかもしれないけどもう本当にすいません組織票なんですっていうのをスピーチでいや組織票だもんだって新聞に出ちゃってんなだってまあバレてるっていうねこの番組内だったらまだあったけだけだったらいいけどバレちゃったらねうん、うん、言わないでちょっと恥ずかしいだろうけどねでね、うん、結構でも中間発表が実はちょっとあだになりそうだっていう情報も入っててトップって出ちゃったもんだから他のノミネートのファンの方々が投票しなきゃってなってるらしくて、うんうん、ああなるほどでも俺らは呼びかけてたから、うん、こうそんなに呼びかけてないんだけど、うん、スタートダッシュが早いからもうオードリーのリスナーはもうほぼ全員投票済みだと思うんだよもうなるほど。で、何度も投票できないでしょだって。うん、だから、うんあそうなんだ、この逆に中間発表がなければ、うん、見つかることなく、しれーっと1位取れたかもしれない。今非常に危ないみたいですよ。なんで中間発表やるのよ。もったいない。それ。俺が取っちゃうからじゃない？それ。なんだよ。いいじゃない。だからこれ組織票、うん、でも逆に組織票っていう言葉、強すぎる言葉を使うのも粋じゃないしな。まあね、なんか、そうだね。うん。なんか、まあ自分を守ってるよな、うん、それはな。なんか、照れ隠しみたいな、ねうん。僕なんか、とてもみたいな。うん、いや、だからちょっと非常に危険みたいなので、うん。うん、まあここまで来たらね、うん、取っちゃいたくなる。恥ずかしいじゃん、だって中間発表されてるのにさ。うん。
その毎週呼びかけていたが功を奏さなかったらしいって書かれちゃうからさ。そうだね、うん、ファンも少ねえんだっていうね、演技力もなければファンも少ねえんだってなっちゃうからね。泣いちゃうよな。あそこまでやったのにトップ取れなかったっていう話になっちゃうと。いや本当だよな。その新聞によると、新聞にまんま書いてあったからな。そうか、でも本当にがっちり褒められたのって東国原さんぐらいだ。東国原さん褒められたの？すごい、すごい褒めてくれたの。あ、そうか、宮崎だからか。見てくれて、はあ、なんかあの通路で会って、うん、すごく良かったですって言ってくれたの。あららら。それ以外そのなんかこうないよね、その、うん、記憶が褒められた。あ、そう、うん、言われないだけで、うん、まあ各社で話題にはなってるんじゃないですか。でもなぁ、うん、犬ね、うん、ひまわりと一緒に犬でレッドカーペット歩いてきたら、うん、どうなんだろうな。まあまあまあ、でもね、うん、あ、映画のひまわり連れてきたんだって。だから、うん、ある程度もう考え、いつでしたっけ、その発表のその授賞式みたいな。3月かも、1ヶ月な。明日が締め切りか。うわ、これ、やだ、恥ずかしいな、これ。うん。取れなかったら。マジで。うん。ファン、ほんとそうだよね。演技もできないけど、ファン、誰も使わなくなるだろうな。いや、そうだね。うん。専門いいじゃん、組織票でもいいからさ。取っとこうよ、ここ。ただ、まあ、あの映画公開されて、うん。なんか、あの、まあ、D ちゃんが、うん。あの若林って映画とか出るんだっていうことを、うんうん、多分映画の制作者の方気づくんで、うん、オファーとか来るようになると思いますよって言ってたんだけど、うんうん、結構ゼロらしい。いや、そんなバカな。だってもう1年ぐらいじゃない？公開して1年ぐらい経つよ、ね、逆、うん、もちろんそうですね。ゼロ。ゼロですか？ゼロです。その橋役、でもゼロです。ゼロですか、うん、そう、あ、そう。何にも来てないですよ。おかしい。だからここで取ればじゃない、うん、取ったら来るようになります。でも組織票って書かれちゃうから。まあね。スピーチで泣こうかな、もう。どうしても欲しかったって、この賞が。いや、そうだね。真正面がぶつかってたわけ、ね、泣いて、うん、超泣いて、うん、ちょっとすいませんっつって一回外してマイク。うん。そしたらもう言わなくなるよ、組織票だったっつって。そうだよな。言う方がなんか、うん、寒いみたいな感じだよ。泣いてるやつに対してさ、お前組織票だろってなかなか言えないから、ね。あ、そんな感じなんだって思うしかない、こっち側は。泣くのいいかもね。泣くのいいかもしれない。うん、俺さ、なんかうん、酒井さんが、うん、酒井雅人さんが、うん、本くれたのよ、あれって。うん、あれだったかな、収録してた時だったか、終わった後だったかっていうの、すごい面白くてさ。まあ、映画の最中、うん、俳優の演技とか、なんかそんなタイトルの本、これ僕がほんと一番勉強になったって。っていう本くれて、すごいことじゃん。で、読んだの、うん。その本に書いてある一番の主題、うん、軸になるものは、こういうことなんですよ。うん、セリフを覚えて現場に行って、うん、その、要するにセリフをちゃんと覚えて、前日とかまでに、うん、遅刻しないで現場に行けってことが書いてある本なんですよ。それ以外は、なんかこう、うん、あんまりこう、うん、そういうことが大事なんだっていうことが書いてある。だからいかにセリフに感情乗せるかとかじゃないんだ。そういうことはあんま書いてない。ちゃんと覚えて時間通りに入れ。なるほど、ね。ということは酒井さんはそれ読まなかったら、そういうこともできない人だった。いや、でもあの人すごい面白いのね、喋ってて。だからその1週間2週間してのそこだったりもね、うん、するんだろうけど、いろいろ演技もできる方だからさ。まあ、それで、ちょっともう、走り出しちゃってることがあって、今度これに関しては、再来週の22日のスペシャルウィークですよね。で、過去の受賞者に来てもらって、受賞式でどう振る舞えばいいかを、ちょっとレクチャーしてもらおうってことで、付け焼き場も動いてくれて、オファーしてくれたんですよ。で、その過去の受賞者とは誰か、こちらをですね、春日さん、発表してください。はい。
ナインティナインの岡村たかしさんです。ですね、岡村さんは作品部門2000年モーマンタイ、俳優部門2011年ティーダカンカン、それぞれ1回ずつ受賞してて、すごい、ね、話題賞のスペシャリスト、だからこの岡村さんにその現場の空気とか、あとそのどういうスピーチをなさったか、どんな気持ちだったか、で円卓の感じで、翌日翌々日の記事新聞とかので、その後につながる感じとかもちょっと聞いてみたいなと思って。そうだね、うん、いや相当緊張されてたみたいな、なんか聞いたのよ、この授賞式の後のラジオ、2011年のかな、なんかわけわかんなこと言ってたよスピーチ、なんだっけあれね。うん、甚だ簡単ではございますが、おい、嬉しいお言葉にさせていただきます。いや、あれ、そうだよな。そう。あれってさ、すごいよな。そんなことになっちゃうわけだから。岡村さんがだよ。あんないろいろ。あれってよくさ、ああいう賞の授賞式のあれとか見ててさ、俳優がさ、長いことさ、まあ、監督が、一回自由にやってみてくれなんてことを言われまして、それはそれで困るんですけど、えらい長く喋ってたんですよね、あれね、トロフィーみたいなもんってね、そういう感じで喋んなきゃいけないのか。まあでも長尺は別に甚だ簡単だよ、全く同じことに。嬉しい、嬉しいお言葉とさせていただきます。嬉しいお言葉とさせていただきます。意味わかんないじゃん。ありがとうございました。嬉しい言葉だって。緊張してそうなっちゃう。緊張してそうなっちゃうわけだから、ちゃんと用意していかないと、ある程度、そんなことになっちゃう。でもさ、岡村さんはさ、もう2000年とさ2011年も大スターじゃんだって、俺が行くのとまた違うけどね、この2000年の岡村さんって。もうさ、まあね、俺ってどのぐらい、誰が今撮るぐらいの感じで見られてる、ちょっと客観的に考えたから、誰が撮るのとイコール俺が今撮るの。若林さん誰が撮るのと、芸人で言うと、芸人で言うと、誰だろうな、演技のイメージがない感じでしょ、誰だろうな、まあ思いつかなければ次行きますけど。まあ誰だろうな、あれじゃない、石田くんとか、ノンスタイルの。なるほどね、はいはいはい。でもなんかパチッとくるけどね、石田くんは撮りそうだし、まあ、なんか今演技ドラマとか出てるイメージはあんまないけど、でやれなくはなさそうだなみたいな、だからスピーチが結構食ってった方がいいのかとか、ボケを狙いに行くのかとか、それとも可愛げで僕なんかとてもっていうのがいいのか、一応聞いていこうかな。あとそのそうだね、雰囲気をね、とりあえず要するにちょっとこう、そのなんつうの、出会いはあるのかとかね、あとね。出会いはないでしょ。そのテーブルの下でこう番号交換したりとかさ、なんかあるんでしょ、きっと日本アカデミー賞のって。いや、ないと思うよ。女優さんって誰が来るのかな、結構いろんな人来るのかな。でもそうそうたるメンバーが来るんじゃない。厳しいなあ。そうか、そうか。だからその円卓かなんかに座るメンバーってのはどういう人なのかとかね。スピーチ案募集したいな、ちょっとマジのやつ、ボケじゃないやつ、これいいわっていうのそのまま言おうかな。まあ、そうだね。ちなみにね、話題賞の発表はね、2月20日木曜日のナインティナインさんのオールナイトニッポンの中で行われるんですって。ほう。だからここで俺が、俺これマジで取れなかった、恥ずかしいな。いや、恥ずかしいよ。岡村さんもだって来てくれることは決定したわけでしょ。話すことなくなっちゃうから、またあの、米の話になる。前来てくれた、乱入してくれた時、米誰が一番美味しく炊けるかやろうつって盛り上がってるもんだ。一切話しなかった。もうあれ、日本放送乗ってなかったんだろうな、あれ。米対決。いや、そうだね。うん、いや、だから絶対取らないと、我々のね、スペシャルウィーク。で、こう俺も何も、自分でまだ一票投票するしかないよ、俺。自分で。自分でしてないよ、ね、投票してないよ、俺。じゃあ、このチーム付き焼きはしたのかな。ああ、そういえば。里道した投票。
してない。してないじゃないよ。してない。どう？ヨシキさんしたでしょ。してない。聖堂さんしましたよね。してない。してないんか。大輔したよな。あれ。すいません。謝っちゃった。してない。すいません。すごいな。誰もしてないんじゃない？こん中にいる。石井ちゃんと大沢さんは？してないですよね。奥田さん？下？お前は？すいません。いや、そこ下でいいのよ、笠原さん。意外と。いや、申し訳ない。してないんだよな。あ、そう。嘘つけないから。でも逆にこのメンバーが入れたら、まだわかんないじゃん。ほら、まだしてない人があま、こんないるわけだから。お前、リスナーの数なめんなよ、お前。7票ぐらいでな。いや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 。結局だ、でも見つかったよね、絶対。中間発表でね。他の人たちにそのね、投票してるってことは。あ、そう。ひとたまりもないですよ、オードリーのファンの数なんて。ああいう気づかれからしたら。じゃあもう必死でもう頼むしかない。組織票だっつっても、組織がもう弱いですからね、少数ですから。ただ少数精鋭ですよ、みんな投票するんですから、1位になるぐらいまでは。そうよね、行動力はあるね、早いのよ。見てみたいと思うんだろうな、レッドカーペット照れながら歩いてる、そうだね、見て笑いたいっていうか。でラジオで聞きたいっていう、そうだね、ラジオね。っていうのだけで投票して、そっか、取ってほしいけどね。まあありがたいけどね。まあ、異常にリスナーを立てようかな、スピーチ。ああ。本当にリスナーのおかげで、みたいな、うん。投票してくれたね、つって。っていうのもいいよね。まあまあいいですね。というわけで、まあ再来週22日の放送の時にはもう分かってるからね、撮れてるかどうか。そうだね。岡村さんいらっしゃるし。うん。撮れてなかったらどうしようか、本当に。いや、本当だよ。何話すの？まだお米の話しよう。いや、お米の話じゃん。いや、だって炊飯器は用意しとくよ。俺20日に、もし撮れなかったら、その炊飯器は持ってくる。そうだ、土曜までにね。22日までに、そうだね。みんなで飯食おうぜ。放送じゃねえ。それしかないかもな。というわけで、まあ、ちょっと皆さんも聞いてみてください。それでは行きましょう。オードリーのオールナイトニッポン。この番組は愛の大学以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。ニューヨークではですね、やっぱりこう、昼間は、日中はもちろんスーパーボール、アメフトのね、ロケをして、夜はこう、今回はね、3日夜過ごせましたから、もうこう歩いてる最中に、俺が春日さんにこう昼間のロケから言うんです、春日さん、今日、今年3日あるんで、最終日だけ、ポールダンス行くっていう毎年の流れですけど、別にいいですよ。今日あたりの夜とかみんなで行っても、2日目初日と言ったら、母さん、まあまあ慌てるな、若林くんとか言われて。で、まあ結局それで2日目、ステーキハウスでステーキ夜ご飯松田さん食べた後、まあコーディネーターさんと、俺と春日と、あと D ちゃんで、もうちょっとこう、勇み足ですけども、2日目でもう行ってきたんですよ、ポールダンスに。行けるときに行っちゃおうっつってね。行けるときに行っちゃおう。明日も行けばいいじゃないっつって。明日も行けばいいじゃない。別に1日って限ったことじゃないじゃないって春日さん言ってました。そう。やっぱ行けたら全部行こうと思ってたから、3日間とも、で、まあ私もラスベガスでもちょっと慣れたのもあって、結構1ドルチップなんかを結構積極的に前に出てパンツに挟んでたんですけど、やっぱりシステム一緒ですね、アメリカ全土ね。20ドル払うと膝の上に乗ってくれて、こうラップダンスっていう個人的にね、1曲分をね、こう踊ってきて、こう胸で持ってね、顔を挟まれたりする。まあ20ドル2000円ぐらいですから、まあなかなかこう、まあ誰も行かなかったりするんですけども、まあ、来る子ですね。もう4、5人かな。もう全部20ドル払って、全員ラップダンス、全員のラップダンスを、誘われたラップダンス全部にお金払って受けたっていう、まあ、D ちゃんが全部受けたんですけど。
非常にこの驚きましてですね。実にだって途中でね、コーディネーターの人が、断ってもいいんですよって言ってたもんね、DJ に。全部受け入れちゃうから。初めて来たんでっていうわけのわかんないこと言って。で、あれね、なんであの流れができたかね、俺はね、真横に大ちゃんいたからわかるんですよ。これはやっぱり言葉の差なんですよ。コーディネーターさんでアメリカが長いから、で、ハーフの方だから、こういうことだったんですよ。何？女の子が来て、うん、アメリカ人のね、うんうん、こう、大ちゃんに肩回して、で、こう、胸とかを寄せてくるんだけど、うん、その時こう、徹底したコーディネーターさんが、20ドルでどうだって言ってます、うん、ラップダンス。したら、20ドルですけど、うんうん、どうしますって聞いた時に、うんうん、大ちゃんはね、うんうん、ノーっていう意味の、大丈夫ですって言ったんですよ。20ドルだけどどうしますって、大丈夫です。うん、あ大丈夫なんですねっつったらコーディネーターさんが伝えちゃったのそれを。なるほどね。したらもうダンスが始まるんです。はあ。うん。オッケーの方の大丈夫ですと。あれちょっと不安になるね、担当マネージャーが巨乳で顔挟まれてるとこの後大丈夫かなってちょっと思いますよね。いやそうだね。でもう来る子大丈夫ですって言うからオッケーってなってもう四五、うん、人ラップダンスも大ちゃんがもう踊ってて。うん、そうね。で最後ちょっとネジ飛んじゃったのか1ドルをここにこう加えて、ポールダンサーの、うん、ところにこう、背中向きにこう頭をこう舞台につけてね。だからそうね、仰向けになって、うん、仰向けになってステージのヘリのところに頭乗せて、てで口に1ドル縦に加えて、それをこう胸で挟んでともぎ取られてましたけど、1ドルをね。うん、笑ってたね。笑ってた、ね。取られた後、取られた後すげえ笑ってたね、B ちゃんね。マネージメント大丈夫かなと思って不安になりました、ね。そうだね、うん。ダメだろうね。おそらく、うん。しばらくダメだろうね。まあ、ただ、それ見て俺 もうギンギンに勃起してましたけど、これ。いやいや。アメリカだからやっぱり、うん、肉とか食ってるからもうカッチカチだったけどね。それはさ、何に興奮してるの？そう知り合いの D ちゃんが、そういうことやってる、うん、やられてるか、そのね、胸で挟まれてるっていうのか、女性の方を見て、どっちを見て？女性はもちろんだけど、うん、その担当マネージャー、大丈夫かっていうのにちょっとスリル感じてる部分もある。ちょっと不安感もあって。あって、スリルがあるから、その種を残したくなるんだろうね。なるほどね。今ここで。人間の本能がね、うん、危機的状況に怒られてたわけだ。あんなストリップ劇場で。そうそうそう。怒られてたわ、ポールダンスで。だって帰ってすぐアメリカのね、ホテルの部屋のペイチャンネルで抜いたからね、やっぱりね。さすがだね。うん。うん。で、まあ、それで次の日もね、うん、夜あったんですけど、うんちょっと一人で冒険してみたいと思って、うん、タクシーで、なんか日本のお店が並んでるストリートが一個だけあって、ちょっと降ろしてくれと、急遽。うん、私は一人で降りて、うん、日本人キャバクラっていうのがニューヨークにあるらしい。うんうんうん、だからもうちょっと行ってみる。冒険するっつって、もう何も言わずにいきなり降りて、大丈夫っすかみたいな。うん、大丈夫っつって、降りたんですよ、うん。で、ニューヨークの街をこう一人で歩き始めた。うん、急に不安になってきて、もうゾクゾク来るわけですよ。どのぐらい危ないのか。夜中1時ぐらい、その時。うん、いろんなこう外国の人にこう、街歩いてちょっと声かけられたりしてるんだけど。うん、シーホークスのジャージと、キャップもかぶってて、うん、さあね、日本語が聞こえてきたんですよ、うん、どうですか、あの安心感ないね、不安になってるところ、はいはいはい、海外でね、ちょっと振り向いたら、うん、キャバクラあるんですよって言われて、うん、えキャバクラあるんですかって、うん、まあ最初から行くの決まってたんで、ね、この辺にあったと思いますみたいなところで降ろしてもらったんだけど、うん、いくらぐらいなんですかみたいな、あんま興味ないけどもね、ないよと、一応聞いとくよっつって、うんうん、まあまあ 何十ドルです、うんそうっすか、1時間ですよね、みたいな。うん、まあ、ちょっと思い出に行くから、みたいな足して、うん。そのために来たんだけどね。本当はね、うん。恥ずかしいからね、でもね。店の中入ってたんですよ。うん、で、座るのに、うん、お仕事かなんかですかみたいな。ああ、女性が来て。あ、違う違う、ボーイさんが。ああ、そのボーイさんが、うん、ちょっと、スーパーボールのみたいな。ああ、みたいな。その方も完全に日本人。日本人。ボーイさん日本人。で、こう日本のお酒がザーッ、ずらーっと並んでて。店の感じはどうなの？もう普通日本のキャバクラ、キャバルと。キャバクラと一緒だね。ボックス席みたいなのがあって。そう。ちょうど、なんか中野のキャバクラみたいな感じよりワンステージ上みたいな感じのところで。で、まあ着席して、で、最初の女の子がさ、こう座ってさ、もうこう全身タトゥーだらけ。
うん、え、全身タトゥーだらけで、だってキャバクラ嬢でしょ、言ってもキャバクラ嬢、全身なんかサーフィンやったりもするし、うん、なんかダンスだったかなんかを、うん、こう習いに入学してて、バイトで、そうそう、お金ないからバイトで働いてるみたいな、日本人の子で、漢字のタトゥーも入ってました、やっぱりね。へ、右手に正義、うん、左手に知恵って書いてありますよね。右手で人のことビンタできないね、あんまりって言ったら、あ、なんかそういう感じのことよく言われますって言って、急に恥ずかしくなった。なんだろうそれ、うん、で、なんか結構そのまま結構お酒作ってくれたりする感じで、うん、ただまた女の子は2人増えて、うん、で、まあ日本人もう1人、うん、でもう1人がベラルーシの、うん、ベラルーシの女の子、じゃあ外国の方だ、うん、すごいのよ、うん、上海に何年かいて、うん、日本にも何年かいて、日本語ベラベラで、うん、今ニューヨークで来て、でいくつみたいなの来た、30っつって、うん、もうババだよって言ってた、もうベラルーシの方が、全くベラルーシの顔、うん、美人で、うん、もうババだよ私はって言ってた、この言い方で30だもんっつって、うまいな、日本語うまいな日本語めっちゃくちゃうまくてさ、なんつって、でいろいろこう海外で住んでみて、どこが一番いいみたいな、上海かなとか言って、でなんかこう、どこの国の男性が一番いいみたいな、日本人かなとか言われて、気遣われちゃったりとかして、そうか、日本人優しいからね、日本人としてね、そう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 、うん、それでなんかまあそのまま結構いろいろ喋ってたんだけど、うん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 、ベタだなっていうか、うん、子もいたね、いろいろ女の子は変わるんだけど、うん、なんつうの、このニューヨークに染まってるというか、うんうん、どうですか、うん、日本ってみたいな入り、うん、どう言ってるっつって、うん、ニューヨークいいですよと言って、うん、どういうとこがいいの、まず目的意識持ってる人多いしみたいな、うん、そのやっぱ日本からニューヨークに何かしに来てる、絶対何かしに来てる人だし、だらだら過ごしてる人がいないっていうかみたいな、あ、そうなんだみたいな、でまずあと他人の目を気にしませんよねみたいな、どうですか日本ってみたいなやっぱいい色だなと思ってさ、で、あ、そうですかみたいな感じで、で目的意識持ってたら、うん、日本語通じるキャバクラで働くねって思ったんだけどさそうだね、うん、そんな不粋なことは言えず、うん、で時間が近づいてきて、うん、そのまま帰るか、うん、タクシーで帰るか歩いて帰るか迷って、歩いたら何分ぐらいってホテルの地図見したら、うん、まあ30分分か20分が夜中の2時ぐらい、ああちょっと怖いね、で怖いけどそういう体験もしてみたいじゃん、うん、で歩きますっつってさ、うん、歩くことにしたの、うん、したらさ、外出てさ、うん、なんかねニューヨークって、うん、こうあれなんだ、縦の道はなんとかアベニューっていう、こう名前がついてんだけど、うん、横の道がこう番号なんだよね、50、49、48、47、46ってもう数字がカウントダウンされてるから、俺38だったの、うん。だから50ぐらいのとこから38まで下っていけばいいのよ。なるほど。そう。すげえわかりやすいね、うん。だから、縦の道わかんないから、うん、そこまで僕が案内しますって、ボーイの人が、うん。で、あとはもうカウントダウンしていけばいいってところまでついてきます。なるほど、なるほど。って言われてから、うん、そのボーイと俺が2人で結構な距離10分ぐらいを2人っきりで夜中2時ニューヨークの街を歩き始めたんです。うんで僕はみたいな、うん、なあのキャバクラで、日本であのキャバクラで働こうってどういう感じなんですかって聞いたら、うんうんうん、昼間は寿司職人目指して修行してるんですって、うん、でニューヨークで寿司屋を開店したいんですと、うん、で寝れないんですけど夜はキャバクラでバイトしてるんです、へえー、みたいなさ、頑張ってるね、そうそうそう、うん、で寝れないですけどみたいな、でオードリーさんの僕がニューヨークに来る直前ぐらいにブレイクされたんで、結構苦労話をテレビで見たんだけど、うん、大変ですよねお互いみたいな、でなんかでもそれそういうの、うん、風呂なしとか住んでたっていうのを見て、なんか結構勇気もらったんすよみたいな、うん、へで僕も回転するように頑張りますから、オードリーさんも頑張ってくださいみたいな、若い子なんだけど、うん、久々に夜中に2人で、男2人で歩きながら人の夢の話聞いたなと思って
まあね。うん。だって、ゴンちゃんと違って、やっぱ、時間的な希望があったんだ、やっぱりね。うん。先の話ができる。先の話ができる。今どうするじゃないもんね。今どうする。なんとかしなきゃいけない。時間がない。今どうするな。なんとなく寿司屋を回転するんだろうなって、希望に溢れる話。いやいや、希望っていいなって思ったよ、やっぱり。こっちもなんかこのテンションが高くなるというかね、前向きになるというかね。うん。うん。ちょっと気許したら、うん、何やってんだお前って5人もう言いそうになるの、やっぱり我慢しなきゃいけない部分もあるし。頑張ってくださいみたいな感じで、あとはもう番号下ってくっていうと、そこから一人になるわけですよ。いやでもまだ言っても20分ぐらいあるわけでしょ。まだ20分ぐらい結構。それちょっと怖いよ。しかもニューヨークで夜中3時ぐらい。なんつうんですか、映画で見たようなニューヨークですよ。うん、マンホールから煙がこう、誰かシャワーで。ニューヨークだ、ザ・ニューヨーク。ニューヨーク感すごいのよ。で、建物はもう、久保田利伸とナオミ・キャンベルが住んでそうな建物ばっか、レンガで、鉄の、いや、いいね、それ。鉄の緑のこう、階段みたいなのがこっちにむき出しになっててさ。あれじゃ、ニューヨークタイムズかなんか風でさ。一番それこそそういう雰囲気あったよ。いいね。うん、あ、それいいね。ちょっとこう、でかめの革ジャン着た黒人の人とちょくちょくすれ違ったりして。うんうんうん、で、そこ歩いてんだけど、うん、結構ベタにニューヨーク感もっと出そうと思って、うん、ニューヨーク出身の、うん、あのラッパーの、うん、JG の曲を聴きながら、僕歩き始めたんですよ。そしたらびっくりするぐらい街に合うんですよ。これは、やっぱ笹塚で聴くもんじゃないなって思ったね、俺は JG の曲は。そうか、やっぱり、うん、そうか、そういうもんなんだ。で、まあうん、シーホークスのジャージ着てたから、ブロンコスファンが酔っ払って集団でこうすれ違ったりして、歩いてくる、怖いから、うんうんうん、なんか言われそうもんね。一応、その、まあ、また向かいの道にすぐ、歩いて渡ったりしながら、一応怖いからさ、酔っ払ってるから。いや、そうだね、絡まれるね。あれは、なんでみんな瓶を持ちながら歩いてんだろうね。なんか飲み物瓶を持ちながら。からなそうそう。で、うん、もう、ね、カウントダウンされていくわけです。45、44、43。で、キャバクラで聞いてたのは、日本って、例えば750円のものを買うときに、うん、1050円出して300円お釣りもらうとかやるじゃないですか。うん、それがないんだって、アメリカの文化に。うん、どういうこと？お釣りをもらうっていうことが、ちょっとのお釣りだったら、50セントだったらもらうけど、うん、25セントだったらいいって言ったりするんだってね。取っといけ。でも、お前に取ったらたまんない文化だろ。いや、たまらない。もうチップがもうたまんないだろ、あの文化。たまらない。もうだから、お釣りなんかもう、だから、だから、で、俺、それでアメリカっぽいものを途中のストア、店で買おうと思って、ペリエと、前も話したラスベガスの時もあった、剥き出しのリンゴを買ったんですよ、で、2ドル75セント。3ドル出したら、25セントお釣りじゃん。25セント、ノーサンキュー。つって。おぉ。したら普通にジャラって入れて。ニューヨーカーだなと思いながら。ニューヨークっぽいね。うん。おぉ、いいじゃない。そうそう。それで、うん、部屋着いてさ、ものすごい達成感で無事着いたから。うん、いや、結構な冒険よ。結構な冒険、うん。うん。すごいよ。うん。うん、で、部屋戻って、うん、ペリエあげて、うん、リンゴかじって、うん、デリシャスって、こうやって次行きました。ダーッハハハハ恥ずかしい日本人まあ、ニューヨーク行きましたけども、うん、アメリカ5回目ですか、うん、だからねちょっとね私、まあ、慣れたというのでね、うんうん、緊張感がなくてさなるほどねなんかちょいちょいねやらかしてたんですよ油断から、うん、まずその帰りのね、うん、ニューヨークの空港でみんなチェックインするところで、うん、ほら部族とかでも結構行ってるからさなるほどね海外慣れしてんの、ね、海外慣れもしちゃってたからさ、うん、なんか時間かかるじゃんカウンターでいろいろ席のあれとかチケット出すの、うん、だからこっちでねスタッフさんとかみんなやってる中で、うん、パッと一人で別の空いてるとこ行って、うん、もうチェックインみたいなのしたら、うん、スタッフさんに勝手にやらないでくださいっつって、うん、だから荷物のなんか関係があるからね、うん、勝手にやらないでくださいちょっと怒られたりだとかなんか一人だけ特別なんとかってとこ並んでて戻されてたな、うん、それがなんだこいつと思って気持ち悪いと思ってそうそうそう、うん、絶対ないです最初のアメリカだそんなことそんな優遇されることあんの他の外国行くときにで優遇なんか早かったりするところがあったりすんのよ
レーンとかが。なんでお前は自分で優遇されると思ったの、うん、みんなと並ばなくて。いや、まあ、何回も行って、ここだったらいけるとこだろう、つって。行ける場合もあったんだ。行けるとこもあるじゃん、優遇なんか。そう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 。行けそうだな、つって行っておられないとかさ。うん、いろいろしてて、うん、自由の女神をね、うん、見に行ったんですよ。うん、船乗って、うん、港からやはり1時間ぐらいかね、うん、自由の女神ってなんかちょっとした島みたいなところにあってさ、うん、乗ったじゃないですか、1時間ぐらい。うん、で、は自由の女神だわ、なんだ言っててさ、なんか3階建てぐらいになってて、デッキの一番上のね、はいはい、外のとこと、はいはい、まあ1階のなんかこの、なんつうの、屋根があるというか、うんとこね、地下にトイレがあるみたいな、はいはい、でみんながわーっと上でやってて、うん、トイレ行こうと思って、うん、トイレ行ったんですよ、うん、一人で、うん、でね、トイレ行った時に必ずやるのが、うん、まあアメリカ以外でもそうなんですけど、うん、里光のためにね、うん、三菱のために、うん、トイレの写真を、なるほどね、撮って送ってるんですよ。こういうトイレがあるよ。そうそう、世界のトイレが知りたいと。うんうんうん、トイレ好きじゃない、うん、もうトイレ博士ですから。うんうんうん、でもいろんなところに撮って送ってるんだけど、まあ、その一環として、ニューヨークのそのね、船のトイレもこう撮って送ってあげようと思って。はいはいはい。で、入ってさ、トイレ。うん、で、まあ、台の方、うん、まあ、入ってて、二、うん、つかなんかあって、一個閉まってて、一個開いてた、うん。で、こう、撮ってたんだよ。うん、してね、ああ、撮り終わったと思って、うん、まあ自分も用を足して、うん、この洗面所というかさ、うんうんうん、あそこ流しのとこで手洗ってたら、ヘ、う、イ、ん、って言われて、うん、パッて見たら、まあ外国のね、うん、おじさん40過ぎぐらいの、うん、うん、おじさんやわ、私よりも背のでかい。ヘ、う、イ、ん hey! っつって言って、うん、何回言ってんのよ。うんうんうん、なんとかね、なんだろう、なんかちょっと怒ってるっぽいの。うん、んで、よーく聞いたら、うん、フォト、なんとか、言ってんのよ。あたし、その、カメラ撮ってるからさ、うん、カシャって音がさ、うん、するじゃない。うん、おそらく、うん、怒ってんのは、お前撮っただろ、みたいな。はあはあ、そのトイレの中で、うん、なんか、俺、まあ、俺のを撮っただろ、みたいなね。なんか、盗撮的な。お前、だトイレで写真撮ったやつなんかいないじゃん。おかしいじゃん。よく考えたら、うん、ね、便器の写真撮るやつなんてまあ考えられない。何撮ったんだ。何、お前カメラで何か撮っただろうとってことを言ってんだ。フォートなんとかっつってわーっとこう言ってくるんですよ。うん、あ、やばいなと思って、うん。そういえばそうだなって、私ね、うん、もういろんなところのトイレを撮ってきてますから、うん、ちょっと当たり前になってたけども、うん、確かにトイレでカシャって音がカシャって音するのはまあおかしいなと思って。盗撮されたじゃないか、日本人の、うん、要するにゲイにね。まあその時点でゲイかどうかは分かられてないよ。うん、確かにね、ちょっとそのブロンコスのマフラーして、うん、ピンクのハットかぶってるしな。その時ピンクじゃない、自由の女神のあの冠のさ。怪しいね。もう観光客丸出しの、うん、自由なの、茨冠のやつやって、うん、手に松明の、なんつうの、光るライトみたいなもんでさ、そんなやつが、ね、トイレでカシャーなんて言ってるから、うん、ヘイみたいなことすごい言ってくるんだよ、うん。で、これ多分怒られてるわと、うんうん、ね、お前撮っただろうって言われてるなぁと思ったから、うんうん、もうこっちも最初に、ノー、ノー、ノーっつって、うん、ノー言う、もう英語がさ、できないからさ、うん、撮ってないことはないんだけど、ノーフォト、ノー、you know フォト。ああ。you know フォト。fought, okay? もう全然、no, no, fought, fought, なんとかって言うのよ。出せみたいなこと。そうそう。だからもうしょうがないからってさ、電話見せて、便器のこの、便器の写真をこれの、this, this, 撮ったんだと。this, なんかそのトイレット、picture, okay? って、no!ファッなんとかって言ってくるんだ。おうおう、だしょうがないから、もう過去に撮ったやつ。おうおう、あ、自分がいかにトイレの、そうそうそう。もう、セネガルとかのやつとかもこうバーってさ。はい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 、はい。ファッコレクションファッコレクションコレクションファッつって、ノーノーノーって言うからさ。うん、もうしょうがないから、もう、コレクションファッピクチャー、うん、オッケーお、プレゼント、うん、ジャパニーズあージャパニーズミスタートイレうん。オッケー？ミスタートイレまでわかんないけど、ね。もうわかんないけど、うん、言ってさ、ノー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 って言うから。まだノーまだわかられてる。意味わかる、うん。確か意味わかんないよ。外国のさ、うん、人がさ、う
なんか拙い日本語でさ、はいはいはい、トイレの写真をとか言うてわかんないじゃん、うん、だからもうしょうがないから過去送ったね、うん、その LINE で送ったやつをこうバーッと見せて、うんうん、んで里光の顔写真も見せてさ、はいはいはい、それはね、あれだけど、ね、藤子不二雄ミュージアムに行った時のね、うん、トイレ息子と撮った写真を見せて、ミスタートイレ、うん、ミスタートイレにこれ送るプレゼント、うん、メールメールで、うん、みたいなこうバーってやってたら、うん、なんかもういいやみたいになってさ、うん、なんとかそこはね、なんだったんだ、事なきを得て、うん、誰もそら助けというかさ、うん、行きたかったけどみんな上にいるしさ、うん、伝わんないからさ、トイレの写真撮ったで、うん、怒られて、うんうん、海外の人に、うん、いやちょっと緊張感がこれ足りんなっていうので、うんうんうん、まあちょっとそこで引き締めたわけです、うんうん、でね、まあ、他はまあ無事に住んで、うん、帰りの飛行機、ちょっと気が緩んだんでしょうね。うん、先週ね、うん、言いましたけど、DVD をいろいろ持っていったと、うん。はいはいはい。でね、一番楽しみはその、うん、マジックミラー号の DVD を持っていったって話したじゃないですか。言ってたよね。うん、ね、うん、それが、すっごい良かったんですよ。あの部屋で見てた、部屋で見てて、ぬるぬるローション温泉、はいはいはい、これがね、あのすごい良かった、毎晩見てた、マジックミラー号、マジックミラー号の、だから若林さんがそう冒険してる間も、うん、ホテルでマジックミラー号ずっと見てたんですよ、はいはい、私、阿佐ヶ谷の部屋と変わんないじゃない、いやだから思ったの、持ってちゃダメだなって、うん、海外に、あ、なるほど、そういうスケベな DVD って、うん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 、見ちゃうから、うんうんうん、ね、それで。まあまあその持ってて毎晩毎晩見てたんですよ、うん、でね、そのまあ1週間レンタルなんで帰ったらすぐ返さなきゃいけなかった、うんうん、そのね、うん、DVD を、うん、だからでもこれどうしてもこれもう一回見てえなと思って、うん、機内で帰りの、うん、機内でいや帰ってすぐだなって遅れてたし、うん、ね、うん、帰って家帰ってもう一回見て寝ちゃったりとかしたら延滞しちゃうから、これ多分家帰ってすぐ返さなきゃいけないなとかいろいろ計算して、うん、だから見たいと思って、今だなと、今だなと、うん、でこのリクライニングって結構、ね、うんうん、もう本当にベッドみたいになるところだった、うん、席が、うんうん、だからベッドにこう完全に横になって、はい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 、こうやって何ポータブル DVD プレイヤーをさ、うんうんうん、ちょっとこの全開じゃなくて、うん、45度ぐらいに開いて、うんうん、こうやって見てたら、うん、隣の人には見れないな、と思ったわけですよ。うんうん、ね、いけると思ってさ、うん、まあ、イヤホンつけてさ、うんうん、ポータブル DVD プレイヤーさしてさ、うん、こうやってこう見てたの。うんうん、ね、でってけてけてて、でってっつって。メニュー画面で、はいはい、誰にしようかなとかみたいなこと見てさ、うん、選んでさ、うん、もう丸々見てやろうと思って、その、アメリカ、ニューヨークでは、その、いいとこしか見なかった、早送りで。うんうん、だけどもう最後だから、丸々見てやろうと思って。何言ってんの乗り込むところから、水着選ぶところから、丸々見てやろう。早く見ろよ、早く。こうやって、45度ぐらいしてこうやって。45度何回言ってんのよ。ミスターのイヤホンして。ね、イヤホンしても何回言ってんのよ。で、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 何回言ってんのよ。聞いたわ、その。で、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 誰から見ようかって。誰から見ようかとか、すまねえだろ、お前、立ち泳ぎで、それ。もう見せたのよ。見ろ、早く。でね、おぉ、もう、ほんと、目に焼き付けるぐらいの勢いで。もう、二度と会えないんだ、この子たちは。っていう、思いで。もう、スーパーボール見るときよりも真剣な思いでさ。何言ってんだ、こうやって見た、秘めろよ、早く。誰にすんだよ。いや、もう、オールプレイよ。オールプレイ。じゃあ、なんでさっき誰にしようかなって言ったんだよ。いや、結局、だから誰にしようかなって選んで、選びきれなくてオールプレイにしたんだよ。別にそこ走ってもいいだろ、別に。時間はたっぷりあるからね、飛行機。13時間ぐらいは。それは分かった。こうやってこれ見てさ、で、うん、で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 。それ分かったっすよ。何回言ってんだよ。こうやって見て、絶対にバレないなと思って。うん。うん、で、隣、通路側だったのよ。うん。で、隣とかもね、うん、CA さんがこうやって、ヒュッってこう撮るわけ。うん。って隠してさ、こっちも。怖いから、わかんないはずなんだけど。うん、で、幸いにも、うん、通路のこっちが隣の人が、うん、海外の方だったのよ。なるほど、なるほど。だから、てっててててててって言っても、うん、まあ、画面見ても、わかんないじゃない。うん、え、音楽は聞こえないでしょ、だってイヤホンで聞いてる。イヤホンで聞いてるからね。うん。で、こうやって見てたの。うん。そしたらね、10分ぐらいしたら、うん、CA さんがパッと来てさ、うん、
お客様めっちゃ怖い。お客様ちょっとよろめっちゃ怖いじゃん。よろしいですか、うんうん、って言われて、こっちもさ、うん、はいっつって、うん、あ、そうだよ、怖っ。でもバレてるはずないから、めっちゃ 怖いけど、うんうん、はいっつって言って、うん、ちょっとすいません、もうちょっと控えていただいてっつってはいっつってはいっつって、マジで、うん、えっつって、うん、いや、すいません、ちょっと控えて、それ女の人で、女の人、一番偉い人みたいな、ちょっとなんか、なんつうの、うん、ちょっと、若手じゃない、ね、そうそうそう、落ち着いた感じの、うん、控えていただいてちょっと、控えいただいてって言われて、うん、と思って恥ずかしいってバレてるんですよ、ね、なんなん、なえと思ってさ、もう完全春日の計算ではこうね、横になってて隣の人見えないし、なんでバレたんだろう、なん海外の方だから画面見てもわかんないしと思って、なんだろうなと思ってパッてイヤホンを外したのよ。したら音楽が聞こえるの、てっつって、うん、イヤホンのジャックあるじゃないですか、あれをフォンのとこじゃないとこに刺しててさ音が丸々流れてたんですよあ、そうか、イヤホンから聞こえてくるんだと思ったものが、そう、いや、てめえはイヤホンをしてるからこっから聞こえてる、ちょっとちっちゃいなって思ったんだけど、音はね、音量はちょっと上げちゃったりしてちょっと上げちゃったりして聞こえて、でもいわゆるだからそのプレイのとこまでは行ってないのよ、ギリギリ、あの長いからプレイまでが、よかったじゃんそれ、普通のなんかね、とか私がもし早送りして、うん、そのオールプレイじゃなく人選んでたら、スポットで選んで早送りしてそこだけ、うん、ね、危ないなそれだったら、もう完全にもう前ぎょえがもうニューヨークにもう引っ返すぐらいことになったかもしれない、もしかしたらね、飛行機が、いやね、危ない、まだ水着を選んでるとこだったから、いや俺さすがにでも喘ぎ声聞こえてきたらもう一発でお前だって絶対思うからさで最大の松本さんなわけないからで俺は絶対お前のとこ行ってたよ、すいません、控えてくださいで隣のか、ね、海外の方がその内容は別に分かってないけども音が出てるからちょっと注意してくれみたいなので CA さんに言って、そうだ、 CA さんはそのマジックミラー号を見てるかどうかは分かってないのよ、ギリギリ、よかったな、危ない、ジャパニーズの日本人の方だったからさ CA さんが、危なかったよ危なかった、 S クラスじゃない、 F 見てもバレてる、いや、ほんとよ、もう危なかったよ、オードリーのオールナイトニッポン、オードリーのオールナイトニッポン、五の辺ナビ、日本放送女性アナウンサーカーナビの第2弾にこの番組が選んだナビの言葉を入れてもらおうという企画でございます。この部屋に喋ってもらってます。早速出発でございます。皆さん安全運転ですよ。まずはですね、ラジオネーム浜野光文さんです。さっきの交差点を左です。うん、基本に立ち返ろうと思います。基本だね、なんかちょっとびっくりしちゃった、はい、カーナビ漫才みたいな、いやそうだね、一発目のボケみたいな、遅いわみたいなね、うん、言うの遅いわ、西東京市荒引き工場長です。出発から1時間経って言うことではないのですが、目的地を忘れました二つ目のボケね、いいですね、これ基本です。1時間経って言うことではないのですがのところでやっぱりツッコミですよね、うん、何よ、ね、うん、目的地を忘れましたって、どうしたのよ覚えとけってやつねもっと早く言えるやつ、ラジオネーム変人見習い。次の信号を
北北東の方角に曲がってください。分かりにくいなっていうね。結構なんかちゃんとしたやつですね。立ち返ろうと思って。ああ、いいですね。ラジオネーム田所善意。五の辺です。この運転が終わったら、あなたに伝えなくてはならないことがあります。気になるな。そうそうそう。いや気になるな。なるな。で次大したことじゃないボケがきます。私はあの時言えよ。私は B 型ですみたいなさ。いや知らねえよみたいな。ラジオネーム神子。坂井のり子が逮捕された場所を左に曲がります。いや知らないよ、ね。渋谷のね。ローソンのとこね、100件だ。誰もが知ってるわけじゃないからさ、うん、ラジオネーム琴の侍。まもなくかつて私が二股かけていることがバレて両方の男から責められた公園です。これこそ知らねえよ。あ、そうなの。ちょっと気になるなっていうのもあるね、うん、ラジオネーム修二。この先300メートル直進でご自宅に到着いたします。でも今日は帰りたくないな。しょうもない。これしょうもないですね。カーナビだから。カーナビに言われたらもうなんかもう疲れるね。しょうもないと思うよね。しょうもないと思うな。カーナビ漫才ができそうな、うん、ね、3分40秒ぐらいネタなんじゃないですか。そうだね。260キロバトルぐらい、ね。うん、なんか見たことあるっつってね。もうちょっと意外なボケがあればみたいなこと書かれてる。はい、ということでございます。こんな感じで来週も送ってきてください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 五の辺ナビの係まで。はがきのコーナー。はがきならではの味わいを追求しているコーナーです、うん、現在のお題は同窓会。オードリーから誰かに同窓会のお知らせを出すとしたらということで、実際にはがきで送ってもらいたいと思います。今回ですね、最初にいただいたのはですね、うん、ラジオネームドロドロドブネズミさんですね。春日さんから足立理解。今回2012年東京マラソンを走ったヒルナンデスメンバーによる同窓会をすることになったでやんす。うん、我が家杉山は福岡のため欠席、うん、フルポン村上もピラメキーノのため欠席らしいので、うん、男は春日だけで、女はミトちゃん、ローラちゃん、足立くんの3人になりやす。うん、場所は睦弥荘で行いやす。酔いつぶれてもいいよ、布団を用意しときやす。東京マラソンからもうすぐ2年経ちますが、東京を感じさせた春日のピンクローターは健在です。それでは睦弥でお待ちしておりやす。4人で熱い夜を過ごしましょう。いやいやいや。でも怒られるわ、事務所に。足立くんと。東京を感じさせた。ピンクローターね。いやいやいや、怒られるわ。うん。うん。ラジオネーム、やいゆえよさん。若林さんからバナナマンさんへ。2002年3月2日、何の日か覚えていますか？そう、バナナマンさんがオンエアバトルで見事9回目のオンエアを獲得した日。そして僕らオードリーが初めて出場したオンエアバトルで人知れずオフエアになった日。あの日ノリに乗っていた芸人とオフエアだったクソ芸人、まさか12年後出演本数ランキングで共に名前を並べるとは誰が想像したでしょう。あの日出場していた芸人たちを集めて月日の移り変わりを共に感じましょう。出席者、チュートリアル、スマイリー菊池、カンカラ、パペットマペット、バナナマン、ここからオフエア、テンダラーズ、チャップメン、タイムトラベラー、坂道コロンブス、
そしてナイスミドル。2002年3月2日って俺らも2年目でオンエアバトル出てたんだね。2年目っていうか1年何ヶ月だね。いやそうだね、うん、それは受からないわ。よく出たね、そのメンバーで。よく出たね。絶対受かるわけないじゃん。絶対受かるわけないよ。絶対受かるわけないわ。そんな早く出たんだな。いやでも早かった覚えはあるよ。あ、そう。うん、なんとなく覚えて、服買いに行ったもんな、前の日に。ゴンちゃんと、ゴンちゃんと買いに行ったわ、ラガーシャツ。だからだ。だからだ。バトデンダーなんつって。うん。行った行った。続きまして、ラジオでもイエスマン。若林さんから歯磨き粉に送る手紙、うん。こんにちは。朝磨かせてもらったものです。あなたは非常に美味しいタイプの歯磨き粉ですね。毎日愛用させてもらっています。ところで、もうすぐあなたの寿命は終わってしまいます。あと3日というところでしょうか。そこであなたがゴミになってしまう前に同窓会をやっておこうと思います。場所はもちろん若林家の洗面台。参加者は若林、あなた、いちごの歯磨き粉だと思うんですけど、うん、歯磨き歯になってますね、これ。何で間違えんだよ、そこ。電動歯ブラシの4人。内容としては、1時間あなたの目の前でひたすら歯を磨くというものになります。この時使う歯磨き粉はもちろんいちご味。どうでしょう？やってみたいですよね。絶対来てくださいね。ドタキャンはダメですよ。オードリーの若林より。うん、ちょっと字が危ない。そうだね、非常にファンタジーの。いちごの歯磨き歯。間違える。磨き師っていうのがよくわかんないですけどね。うん、ラジオネームデレクジーカー。春日さんから昔のシルダン友仲間へ。いや、シルダンやってないわ。おいっす。元気でやってるか。こっちはぼちぼちといったとこかな。今度昔のシルダン友たちで同窓会をやろうと思ってるんだ。今のところ決まっているメンバーは、大量放出のタク、瞬間回復のヒロ、飛距離のトール、音速のマサ、ビッグ小林、杉浦達郎だ。久しぶりの再会だし、すごく盛り上がると思う。当日は大いに語らい、大いに飛ばそう。それでは、火星方形の都市。いやなんでそんなちょっとさなんかそんな口調なんだろうね。おいっすみたいな。おいっすなんとかだ、元気でやってるか。杉浦達郎。うん、これなんだろうね、杉浦達郎って。杉浦達郎の裏っていう字が表裏の裏なんですよ。それもなんかその知る男有名なんじゃない。ね、なんかあるんですかね。うん、ラジオネームデレクジーカー。若林さんから5年後の若林さんへ。5年後の僕へ、元気にしてますか？若林です。今度自分会議なるものをやろうと思うのでぜひ来てください。メンバーはジャングルの王者ターちゃんをばあちゃんの壺に隠していた小学生若林、林間学校で寝てる間に4次元に飛ばされると思ってた中学生若林、春日と一緒に千原ジュニアさんのポルノスターを見に行った高校生若林、たこ焼き屋の店長にブチギレてそのままバイトを辞めた大学生若林、原付に名前を付けてた10年前若林、やたらと写真を撮っていた5年前若林です。5年後若林は昼の帯番組をやっている頃かな。それではいい返事待ってます。アカデミー俳優、現在若林より。なるほどね。うん、そんなね、歴史が変わっちゃいますからね、過去の自分とかと会うと。喋ることはすごい気をつけて喋んなきゃいけません。まあそうだね、歴史が変わらない。自分が消えちゃうかもしれないからね。消えてっちゃいますからね。うん、そんな話あったな、ないからね。ということで、はがきのみで受け付けてます、このコーナーはね。郵便番号 100-8439 日本放送、踊りのオールナイト日本同窓会のハガキの係まで、うん、でね、ちょっと変えようかななんて思ってんだけど、どう？ああ、お題を、うん、ああ、いいじゃないですか。もう結構やったもんね、同窓会で。
例えば、うん、オードリー DVD 漫談の発売のお知らせのダイレクトメールをいろんな人に送るという設定とか、なるほど。まあ、引っ越し通知、うん、結婚披露パーティーとか。なるほどね。今言った中でどれがいい？結婚披露パーティー。あ、いいんですね、DVD じゃなくてね。あDVD。もう遅いです。最初に答えたやつしかできないです。結婚披露パーティーになります。これはもう結婚披露パーティー。ダメ？ DVD だってもう、だって明日、明後日ぐらいだね。ダメです。厳しいね。結婚披露パーティー。これはだから俺か若、俺か若林さんじゃねえや。どうしちゃったんだよ。俺か、うん、どなたでしたっけ？カスガイ。懐かしい。なんでずっとやってたんだろうな、これ。カスが言います。大学生の時さ、車の中でこう、ドライブとか旅行行ったりしてる時、谷口と喋ってて、谷口と、あれ、お前誰だっけって俺が言うと、カスが言いますっていう。カスが手を抜かすっていうのがやたら面白くて。これそうね。何度も谷口と振ってた。カスが言います。カスが言います。最初の頃漫才でもやってたもんな。どうも、岡林と申します、ね。カスが言います。でも笑い来たことももちろんないんだけど、最初の頃やってたもんね。やってたね、やってたね。うん。でも、あの頃一人ぐらいしかいなかった出待ちの子が言ってたよ。あの挨拶好きです。なんか田舎者みたいな挨拶好きですって。まあ、カスが言いますも取り入れてもいいです。皆さんね、はがきも。いいですよ。どっちかが結婚したって、手で披露パーティーの、案内を送ってきてください、うん。よろしくお願いします。実力若林学部、大雪で次第受験生は大変でございますが、こちらは天気と関係ない学部でございやす、はい、じゃあ参りましょう、はい、京都府ラジオネームシーマン3期生、アカデミー賞のコメントを英語で言おうとしている。無理だろはーいみたいな。超滑るだろう。いやいや、受けるかもよ。なんで英語なんだよっつって。ギャンブルだな、ただ。天気みたいな。これどうでしょう。不合格ですね。不合格か、言おうとしていないってことですね。ないですね。ラジオネーム、卑屈野郎。日本アカデミー賞の授賞式で、ゲイをカミングアウトしたい。ゲイじゃねえよ。いいからだから、でかい。ゲイじゃねえよって言っちゃったよ、普通に。これどうですか。なんでそこなんだよ。アイワズゲイ。アイワズゲイのおつかじゃん。いや、懐かしいな。いや、ゲイ、もしゲイだとして、それカミングアウトするんだったら、紙アプリよ。絶対そんな明るい。なんで紙アプリなの。俺決めてんだよ。うん、自分がこう、もし結婚したり、それ重要な発表は紙アプリって決めてんのよ。いやいや、なんで紙。ラジオじゃないのだって。いや、俺たちのホームだぞ、紙アプリは、お前。まあね、あんだけ順位やらしてくれる番組ねえしな。なるほど、ね、うん、じゃあアカデミー賞の授賞式ではないと、うん、まあそうですね、不合格ですね、不合格か、うん、ラジオネームホワイトコード、断った仕事が誰に回されたのかをチェックしている、うん、してねえわオンエア見て、ね、たまに思うことあるけどね、オンエア見つつ、スケジュールの関係で出れなくなりましたって聞いたのを、うん、ああこの人やってんだっていうね、なるほど、こととかはありますけどね。じゃあこれはチェックは自分からしてないですよ、だからたまたま知るってことはありますけども。なるほど、不合格ですか。合格ですね。合格ですか、うん、そうですよね、うん、うん。やっぱり気にはなってるってことだからね、あって思うってことはね、うん、大阪府ラジオネーム、なぜなら私は魚雷だから、こっそり焼肉はオープンしたがもう潰れた。いや、してるよ。何やってんだ俺は、お前。行ったのに、行ったら潰れなかったのに。なんで焼肉なんだよ。やるとしたら蕎麦だろ。じゃあこれどうすか、焼肉屋じゃなくて蕎麦屋の方だったら。不合格っす。蕎麦屋オープンしてないわ、俺。今後はどうすか、やるならだから、やらない、大っぴらにやってくださいよ。やらないよ、ね、俺知ってんだよ。店の厳しさ、本日開店しますっていう番組で見てんだよ。なるほど。難しいんだよ、店っていうのは。そうか。うん。じゃあないです、ね。ない。ラジオネーム、デレクジーカー。サインを書くときは、サインの横に、
一生懸命という言葉を添える。古いな。感覚古いだろ、一生懸命って。筆かなんかで持ち歩いてた。違う言葉入れろ、違う言葉。違う言葉、一生懸命じゃない。一生懸命じゃないだろ、今は。なんて言えんの今だったら、うん、だったらなんだろうな。なんか、そういうの思いつかない、パッとね。ポジティブとかじゃないだろうしな。うん。うん、違うと。ちょっと違う。今いない、ね、諸行無常かな、入れるとしたら。何を奥で笑ってんのよ。なんか重いな。諸行無常かな、今の俺だったらね。ぴったりくるよね。じゃあ今後はどうですか、うん、これは。じゃあ一生懸命じゃないということ。だその一生懸命ではなかったけど、正直その無情って入れたい気持ちあるから、うん、これは合格ですよ。なるほどね。うん。うん、無情って入れんですね。うん。なんか重いな。うん。ラジオネーム、切れ字治療中。片手で相手の顎をクイッと持ち上げてキスをする。なんでわざわざそんなことしてるの。っつって。笑っちゃうだろ向こう今もうグッつってやるわけねえだろ。じゃあどうやってするんですかキスは。キス、うん、だって片手上げないと難しいでしょ、うん、キスは俺結構別に普通に、うん、普通に、はあ、うん、こうグーッとこう近づいてって、あと相手がこの顎を上げなかったらどうするんですか。なんか、なんつうのかな、下から潜り込む感じでいくってこと。いやいや、あの、なんつうの、壁に両手つく感じだよね。はぁ、あ、うん、ダンッつって、そうそうそう。ほぉ、壁に両手バーンってついてキスして、うんうん、でその後、あの腰密着させて腰振るんだよ。いや、それヘコヘコするだけじゃん。うん、服着てるからね。なるほど、うん、あ、じゃあ壁がない限りはキスはしないってことですね。壁なくても絶対壁まで追い込んでからと壁探してぐいぐい体寄せて、外と公園とかだったら壁探して、肩とかこうやって寄せてこう寄ってって、こう寄ってって、あ、手も出しながら、出しながらここの手と両手の間に入れて、だってしたらさ、で結局ダーン、女子もさ、こうもうバックステップだけでしょ、トトトトつって、ちょ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 って言ってるでしょ、ずっと引き寄せ、若林さんも何か言うの、ちょいいからいいからいいから、壁探すまで、壁見つかるまで、結構距離あったら危ないです、すってんころりんあるぜ、あるよ、すってんころりんしたこともある、すってんころりんしちゃったら、もう倒れざまにキスしちゃえばいいじゃんって思うでしょ。そうだよ、だってその地面が壁みたいになるわけだからね、一回立たせるよね、うん、やっぱ壁じゃなきゃダメだ、壁じゃないから、うん、難しい方だねこれ。一回立たして、うん、そのこうあのほ払って服をごめんねなんて言って、でもう一回こう、ま、挟んでる、ちょ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 、いやもういいわ、しなくて、キスをしなくていい。ああそう、うん、下舐めるときもそうだ、いやそれはおかしいだろ。それ聞かせてもらおうか。それ聞き逃せないから。下舐めるときもそうです。いや、下は無理でしょ、顔をうずめるときは。下舐めるときも。だって向こうで寝てるわけだろ。いや、パンツ下げて、うん、壁に両手ダーンってついて。向こうも立ちってこと、立ってる。立ってる、立ってる。で、ついて、大体。だってダーンってやるのはどこの辺で、だって腰のあたりでダーンって。腰のあたりで、ね。じゃあ一回しゃがんで。しゃがんでパンツ脱がしたら、あ、そう、そこか。目の前にあるじゃないですか。はいはい。で両手ついて、うん、難しいよね、だって開いてくれないとさ、そうそう、でも結構でも結構首やられちゃったもん、手ついてるわけだから、壁にこう手ついたままさ、足もあんま開かないから結局こうやって首を、結局そのだから、うん、あの陰毛吸ってるだけみたいな感じ。そうなんでしょう。里光が乗ったタクシーの運転手さんが、行き先は謎の都市ですねと言ったらしい。謎の都市町田市や、町田市に伝わる謎の行事、謎の人物、謎の食材、謎の感触などの情報です。さあそれでは読んでいきましょう。ラジオネーム、守護神坂本。町田市の床屋では
足首を縛られて吊り上げられた状態で髪を切られる。あんこをさばくときと同じだ。そう、逆さにして怖え、怖いです。たまに血のぼるし、腕は確かなんだけどね。ラジオネーム立役者。公衆トイレのトイレットペーパーにお経が書いてある。これ公衆トイレだもんな。怖いよな。怖いですよね。ラジオネーム神子。町田市のアイドルは未成年なのに人前で平気で若葉を吸っている。かっこタバコは二十歳になってから。これ神子の悪い癖ですよ。若葉でこんだけみんなのハート掴んでるのに、なんかもう一つみたいな、なんかその若さが出てるな。そうだね、潔さがないな。去り際がなんかダサいよね。ちょっとそうだな、ちょっと去り際がダサいね。もったいないな。ラジオネーム山やん。町田市の小学生のリコーダーは仕込み型になっている。下のところポンと見たら仕込み、音出るんですね、刀がね、怖いからね。ラジオネームワンチャングムさん。町田には7年間ずっと飛び続けている紙飛行機があるらしい。怖いですよ。そ、なんかそこがずーっとこのなんつうの、滞留してるのよ、空気がね。なるほど。同じような感じ、ずーっと。なぜか、ね。そこだけが、一箇所だけが。で、誰か別にね、それ別に落としたりしてもいいんだけど、別に誰も。怖い。怖いですよ。ラジオネーム、カツラホルヘ。町田市のハロウィンは、ほとんどの子供たちがスーツにグレーとサスケの覆面をつけている。トリックアトリート。怖いわ。議会に、ね、サスケの。議会に出るときもサスケだ。勝手に写真撮ったら殴られるよ。怖いよ。叩かれるからね、覆面で。怖いわ。仕事するのかな、たぶん。もっとあるけどね、だってせっかくハロウィンなんだから。他の格好。楽しめばいいのにな。町田ではこれが一番こうしっくりくるっていうか。にも盛り上がるんでしょ。盛り上がるって感じだね。ということで、果たして町田市はどんなところなのか、バレンタインデーには何を贈るのか、町田アカデミー賞の授賞式ではどんなことが行われるのか、この辺の情報を来週待ってます。メールアドレスはkw@allnightnippon.com。 はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポン、謎落としましたしの係まで。しゃあんちゃん、死んでもやめんじゃねえぞ。夢は捨てたと言わないで。オードリーのオールナイトニッポン。他に道なき二人なのに。死んでもやめんじゃねえぞ。夢は捨てたと。さあ参りやしょう。ラジオネーム人類の鏡。おい、ヘルス嬢、3回以上指名すると私看護学校に通っているんですと告白してくること。死んでもやめんじゃねえぞ。全員が全員じゃねえだろ。全員看護学生だろ。ラジオネームよっきゅん。おい、サイヤ人、スーパーサイヤ人でセックス中に射精すると相手を貫いてしまうこと。死んでもやめんじゃねえぞ。そうだったんですね。危険ですね。というね。ラジオネーム宇宙を大切に。おい、司会者、ゲストが喋った後の返しを、それ、チンコじゃねえかだけにすると
すぐ干されること。死んだままじゃねえぞ。確かにそうだろうね。すぐ干されるだろうね。という、ね。なんでやめんじゃねえって言うんだよ、それに対して。ラジオネーム、転職職人。おい、ドラえもん、どこでもドアもタケコプターも何でも出してくれるが、コンドームを出してとお願いすると、それは薬局できちんと買ってねと大人の対応をすること。死んでもやめんじゃねえぞ。なるほど、買えるのは出してくれないですね。というね。確かにそうだ。ラジオネーム、超獣ギガジャクソン。ただでもらうこと。おい静止、街で見かけた時、静止さんですよねと話しかけると、みんなには内緒だよとちょろっと感謝してくれること。死んでもやめんじゃねえぞ。どういうことだ、静止さんが感謝してくれると。ラジオネーム、超獣ギガジャクソン。擬人化されて。おいチンコ、毎日柔らかい布で磨いてあげると布が台無しになること。死んでもやめんじゃねえぞ。チンコの方は問題なんですね。布の方だったんですね。というね、うん、確かにね。大阪府1回で台無しだけど、ラジオネームウエティ。おいガンジー、不意にアナルに指を突っ込まれれば、さすがのお前も抵抗すること。死んでもやめないぞ。それはもう本当に死んでもやめない方がいい。さすがのお前はリスペクトはあるんだね。オードリーのオールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。この番組は東京中田区有楽町の日本放送ケアステーションに全国36局なんとお送り。日本アカデミー大賞の話題賞のこういうことを、うん、話せばいいんじゃないですか。おー、スピーチやん。来てます。おー、いいだろ。バスケットカウント、うん、若林さん、今年の受賞式の司会は西田敏行とキーキリンです。泣くと西田が、ボケるとキリンが潰しに来るかもしれません。気をつけてください。ラジオネーム、ワンツーサン、あ、一二三カルロ。今日はこんな素晴らしい式典に呼んでいただきありがとうございます。これからも若林正康とひまわりを応援よろしくお願いします。僕が受賞できたなんて、素敵や。これは映画見た人しかわかんないからね。これは失礼ね。なんで関西弁なんだみたいな。ぐらいの感じになるんだ。知らねえし、みたいな。作品の中のこととかけてんだろうけど。ラジオネーム王ちゃん。こんなに嬉しいのは、フジテレビニューウェーブ大賞以来です。もういいよ。なんだよ、その賞ってなるだろう。一回で終わって、初代優勝者しかいないです。そうだね。うん。うん。いいんじゃないですか。同じ賞だからね。いや、もうちょっとさ、ちゃんと受けるやつにして。なるほど。うん。絶対大丈夫だろっていうのを言ってた。何人かのリスナーのを組み合わせて、ね、うん、涙、最初笑いとちっちゃい笑いと。で、真ん中、ちょっといい話。で、最後爆笑。これで終わりだ。最後爆笑、うん。おー。うん。そうだね。ひまわりそのままいるの。いる設定、いるとないと思うって感じ。いた方がいいような気がしますけどね。やっぱ見たいし、やっぱ結局さ、ね、うん、ワンコの映画だから。じゃあちょっと期間限定でもう何週かしかないけど、今ちょっと思いついたんだけど、コーナー作っちゃっていい？まあまあまあいいっすよ。もう、うん、早い方がいい。じゃあ、県名はですね、若林スピーチ学部っていう。ちょっと学部は感じちゃってるんで、あ、そう、星六さんの方があるんで。学部じゃない方がいいね。うん。じゃあスピーチしてんじゃねえぞのコーナーで。ちょっとかぶっちゃってるんだよ。死んでもね。じゃあ謎の、ま、スピーチ、町田市っていうの。でも町田市の人。
町田での真摯の仕方です。あ、そうですか。じゃあ、五の辺スピーチっていうのどうですか？いいやかって、五の辺さん喋るだけじゃない。いやいや、かぶれない。どうですか、うん、スピーチングっていうのどうですか？スピーチングだったらまだ。今オープニングのコーナーで書きました。スピーチングって。いや、まあいいんだ。スピーチングだったらまだいいんだ。あ、そう。コーナーの名前じゃオープニングでエンディングっていうさ。あ、そう。ありもんだから。なんかやってたじゃん。さすが FM だって、なんだっけ。シーサイド FM。シーサイド FM。シーサイドスピーチング。めっちゃいいやから。てめえスピーチのコーナーでいいですか？うん、スピーチの方が見にくいんで。そうだね、うん。時間もないし、だってもう1ヶ月切ってるわけです。で、スピーチのコーナーで何人かのリスナーのあれを組み合わせて、ただ恥ずかしいよな、新聞に。あのスピーチはラジオで募集したリスナーのスピーチをつなぎ合わせて作ったものです。書かれたら新聞に。スピーチも表も。リスナーだのりの受賞。今、本当に問題になってるからね、ゴーストライターはね。大っぴらに言っちゃえばさ、うん、後から解決しやすい。あ、そう、急に出てくるかもしれないですよ、リスナーで。実は私が、私も共犯者ですって言えなかったんですけど。言えなかったんですけど、もったいな。700万もらってました。まあでもちょっと募集してみましょうよ。まあそうね、うん。いいんじゃないですか。ということで、今週はここまでとなります。おやすみ、スピーちゃん。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。